河野さん、すごいですね。河野さんがね、あの麻生財務大臣がお金出さないって言ったのを見て、河野さんがね、今度はじゃあ国じゃダメなら県庁だと、我々は国に見捨てられた、県は見捨ててくれるなよみたいな、ね、メッセージを込めて、我々の支援をどう考えていらっしゃいますかみたいな、ね、問い合わせを県庁の方にしてくださいましたよね。でその動画を見てね、他の方も私もできることがあるってことに気づきました、河野さんありがとうって感じで、あのご自身のね、お住まいの、それぞれのお住まいのその、まあ、市区町村もしくは都道府県に同じようにね、連絡をする、電話をするっていうふうに意欲を固めて私の方にメッセージくださった方がいるんですよ。河野さんの行動が人の行動を引っ張ってるんですよね。励ましてると思います。すごいことだと思いますよ。チャンネル登録もあのバッと増えてよかったですね。そしてそのチャンネル登録をしてくださった方にきちんと河野さんお礼をされていると、本当にすごいなと思います。何もかも河野さんのお人柄がね、これから強い未来を育てていくんだなと私は思ってます。私はね、河野さんがね、速稼塾にいてくださること誇らしいですよ。本当に嬉しく思います。じゃあね、ちょっとあの河野さんに送ったあのビールと一緒に乾杯しましょう。乾杯乾杯。皆さんもね、河野さんの動画ぜひね、今日の分見てみてください。動画概要欄に河野さんの動画貼っときますんでね、よろしくお願いします。河野さんがね、熱く県の方に提言してくださってます。穏やかにね、穏やかに熱く、はい、素晴らしいと思います。皆さんもね、ぜひね、お住まいの都道府県に国民生活支援をちょっとね、聞いてみてください。穏やかに、うん、国が助けてくれないんだったら、例えばね、県が助けてくれませんかと、商店街潰れちまいますよと、我々の暮らしどうなっちゃうんですかと、ね、税金普段納めてるわけですから、それこそ何十年も納めてきてるわけじゃないですか。何十年も納めてきて、県を育てて市を育み地域を潤している、その一国民がですよ、こういう危機の時に何もしてもらえないっていうのはそれあんまりじゃないですか、ね、その辺を困ってるんですと訴えかけてみてください。じゃあよろしくお願いします。いってらっしゃい。